危ないですよ、落ちますよこれ。止まらない。天狗が離しません。いや、これ止めないと危ないですよこれ。さあもう決着はついています。しかし剣王がスリーパーを離さない。でも清宮選手大丈夫ですか。今ようやく技が解かれました。これは皆さんどういうつもりでしょうかね、剣王は。いやもう完全に意識断ち切った。大丈夫ですかね、清宮選手。力の差を、とことん見せつけようと。そうですね、怒りの感情に先走ってましたからね、その中で終盤、技を、決めきれずにいた清宮選手、そして最後、フィニッシュを、巧みに切り返して、拳王選手がスリーパー、冷静さをどこかにあった拳王選手の勝利ですね。いやー、三村さん、大変な結末でしたね。そうですね、後半、ただ少し清宮選手、冷静になってきたように見えたんですけどね。そうですね、ただ、勝ったのは挑戦者の拳王でした。最後の前哨戦、GHC のベルト、このベルトを手に取りました。これ、大丈夫ですかね、清宮選手。おい清宮、今日も頑張っていたな。ただな、おい、今日も頑張っているだけなんだよ。お前がな、おい、ただベルトを巻いてただ頑張っているだけじゃ、先日あったよな、東京スポーツ忖度プロレス大賞、ノアは誰も選ばれてないだろう。おい、おめえがよ、おい、チャンピオンでただただ頑張っているだけだから、おい、ノアのな、おい、来年どうすんだ、おい、このままでな、おい、ムタ中村に話題を全て持ってかれて、おい、この GHC ヘビー級のベルトが泣いてるぞ。おい清宮、おい、そういえばな、おい、東京スポーツ忖度プロレス大賞誰も選ばれてなかったと言ったけどな、おい、東京スポーツ忖度しないプロレス大賞だったらな、おい、ノアだったらてめえが選ばれるんじゃなくてな、おい、いいか、後楽園のクソ野郎でも言ってるぞ、東京スポーツ忖度しないプロレス大賞 MVP はよ、岡田和親じゃねえだろ、プロレスリングノアの拳王俺だろ。おい清宮、聞いたか、おい、ノアのな、おい、クソ野郎どももこれが答えだ。おい、お前にはな、おい、このベルトまだまだ重いんだよ。1月1日日本武道館、このベルトを最後に巻いてるのは東京スポーツ忖度しないプロレス大賞 MVP の KO だ。おい後楽園のクソ野郎ども、これからはな、おい、東京スポーツ忖度しないプロレス大賞 MVP の剣を俺についてこい。いや相染さん、これはチャンピオン屈辱ですね。いやもう多分意識が飛んで、おそらく聞こえてないと思いますよ。これはちょっとね、靴まで脱いでそういう状態ですからね。さあベルト、このベルトは清宮のものです。しかしもう我が手中に収めたとばかりに、ベルトを放り投げて剣豪が悠然と引き上げていきます。 1.1 日本武道館、剣豪が弾みをつけました。三峯さん、いかがでしたか？いやー、そうですね、ちょっと明暗が分かれてしまいましたね。あ、でもこのまんまとはいかないんじゃないですかね、清宮選手も。完全にチャンピオンが大の字という異常事態。ドクターも来てますからね、ちょっと危険な状態であることには変わりないんですけどもね、その状態でも拳王選手ね、あれだけ東京スポーツ忖度しないプロレスタイトルと連呼しまくりましたからね拳王選手の強心臓もすごいですよね。まあ、東京スポーツプロレス大賞でノアの選手は選ばれなかったというところを、この坂手にとって剣王をアピールいたしました。さあ清宮の状態が井上さん、ちょっと心配ですね。そうですね、もう意識が今もあるのかないのかっていう状態ですからね。1月1日日本武道館、清宮、お前のベルトに俺が挑戦して話題を全て奪ってやるからな。何も負ける気ないから、新しいのは作るんだよ。そのために俺と KO で本気勝負しようよ。言葉はいらねえな、これは奇跡だ。やっ極悪忍者、行くぞマルケ。超えるのはこの俺、剣王だ。でも俺が絶対新しいのを作っていくんで、俺を見に来てください。